内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。2月26日、川越市にある荒川上流河川事務所で荒川水系埼玉ブロック流域治水協議会が行われました。こちらは頻発化している水災害リスクに備えるために開かれたもので、埼玉ブロックの協議会は去年の夏と冬に続き3回目の開催となりました。この協議会は治水対策に加えて川の外側の地域も含めた流域全体で対策を行う流域治水が必要と考え、計画推進のために設立されたものです。今回取材した埼玉ブロックの協議会は埼玉県のほかおよそ40の市町村などがウェブ会議に参加し意見を交換しました。荒川上流河川事務所や各自治体が取り組んでいる対策事例などを報告、流域治水プロジェクトの最終取りまとめ案が合意されました。本日現況の対策の取りまとめ案への合意というものをいただきましたが、会議の中でも発言しましたけど、これはあくまで一つのきっかけでありまして、これをスタートとしてですね、関係機関の連携を密にして、少しでも洪水による被害を軽減できるように荒川における流域治水というものを前に進めていきたいというふうに考えています。流域治水という取り組みの中には確実な避難を行うということもその取り組みの一つとして含まれます。視聴者の皆様も一緒になって流域治水に取り組んでいただけますと幸いでございます。普段私たちは川の恵みを享受していますが、川には災害リスクもあります。そのリスクを減らすためにも流域治水に対して主体的に参加することが必要なんですね。海と日本、ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。